気だね。いや、元気元気。実は病院に行ってきたんで、その病院に行ってきた結果の話とか。そう。病院行ってきたよ。結果が出たから。大丈夫そうだった。思ったより良くなってた。思ったより良くなってて、びっくりした。いや、なんかね、一週間ちゃんとした生活したからね、成果が出たのかな。思ったより良くなってて、お医者さんも、まあ、やっぱ普通の生活って大事ですね、みたいな感じになってたでござる。やっぱタンパク質取るの大事。ちゃんと休んだし、ちゃんとお肉も食べたから良くなった。そう、人間らしくなってきた。今人間レベルがね、レベル1からね、レベル3ぐらいまで上がった。人間レベル上がったわ。まあ、でもちょっとこれからもね、継続して、普通の生活を心がけていきたいと思います。で、その成果もあってさ、ね、見て、まあ、確かに朝はちょっと若干やっぱ寝起きだからさ、ズビズビしちゃうけどさ、このもうなんて言うんだろう、ゴールデンタイムって言ったらいいの？前はさ、一日過ごしてきてもさ、ズビズビだったのにさ、見て！今日、ほら、鼻通りすっきり！あんまり、ぐずぐずして、早く人間になりたい、やめろや。人間だわ、もともと。やめるでござるよ。なんか慢性のもんだからしょうがないって言われてるから、まあ、薬はちゃんと飲んでるし、それにね、なんていうか、前は薬飲んでも効かなかったんだけど、薬がちゃんと効いてる。やっぱ栄養バランスって大事だわ、みなどの。三角形にちゃんと整えて食べよう。なんて言うんだろう。繊維質、タンパク質、でんぷん。ちょ、ちょ、バカがバレる！バカがバレる！バカがバレる！バカがバレるぞ。やばいやばいやばい。ちょ、でん、今、かなまの中ででんぷんしか出てこなかった。脂質、糖質、繊維質、炭水化物。まあ、三角形と言わず、まあ、バランスよくね。そう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 。臭いじゃないで、コロ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 。ほら、ほら、バカじゃないから、合ってるだろうが。でんぷんも合ってるだろうが、バカタレが。合ってるでござるよ。合ってる合ってる合ってる。いいの合ってるから。臭いじゃないんだよ。まあ、でもね、バランスよく食べてます、最近は。